はい、今回は田中さんのレッスンです、はい、じゃあちょっとスイングチェックしていきましょう。はい、はい、はい、結構です。はい、クラブパス 1.15 でサイドアウト。アタックアングル、結構上からなんだね。5.50。ちょっと上から入りすぎ。上から入りすぎです。これはでもさっきの素振りのやり方に影響もありますよね。ちょっとね、アイアンとかドライバーとかの素振りが、実はもう素振りの段階で、まあ、ミスをイメージさせる素振りをしてます。だからかなり緩い。本来リラックスすべきなのは、まあ、うまく活用されるべきは前腕より先の手首のモーションだったりするんですけど、肘を使っちゃうんですよ。もうだからこういうくねくね体操みたいな感じになってしまっていて、まあ、そこもかなり影響してるんじゃないかなというふうに思います。だからまあリラックスして動きの順番が大事とかね、そういうところを、まあ、体現しようとしてしようとしすぎているがゆえの問題があると思います。完全な山形。これはね、二重振り子ではないと、二重振り子動作運動ではないということを示しています。で、これね、ボールを打つ上で最も効率的な運動はじゃあ二重振り子ですと。要はクラブが遅れてきて、あるところからグリップのが減速してきて、クラブがまあ加速のフェーズに入ってきてタイミングよく当たる。これがだから最も効率的な、物を振る動作だっていうことになるんですけど、でもね、これこのタイプのプロもいます、実は。だから二重振り子でなくても球は比較的遠くに正確に飛ばせる可能性がまず大前提としてはあります。なんかそうじゃないからうまく当たってないとか、そういうのは気にしなくていいかな。で、僕これだとね、2つ提案考えられるわけですよね。ゴルフを始めてすぐの場合、比較的こういう動作、要は手首を固めて、はい打ってごらんっていう指導から入ったりするので、まあ、今日はこういう形になるんですよ。要はパターを全力で振ってる。で、今のこの、田中さんのこのスタイル、このグリップスピードがインパクトまで加速し続けるモデルっていうのは、パターを全力で振ってる、まさにそれなんですね。で、そうだとすると、それを極めてもいいかなと、うん。僕でもね、田中さんだってあんまりいらないかなって。右肘の問題が生じるんですよ。ここが練習してるんやけど、間違えてここを動かしてます。ここがやれてない。そうそうそう。でもね、でも、まあ、もしそれをやるとここの手前から減速に入るんですけど、こうだとするとちょっとやり方は少し変わってくるんですね。これはいかにグリップを早く、グリップを早く振るイコール実はクラブスピードなんです。ここが完全にイコールになります。これを早く振るイコールクラブスピードが速くなる。なんであんまり肘で溜めるっていうよりは、むしろ上げたら、こう上げたらブンってこうやって戻してくるぐらいのイメージの方が早く振れる可能性というか、あ、ミート率が高い可能性が高い。で、これをこうやって、そう、こういうイメージにしてます。こうやってるんで、そうなんですよ、ここ、ここ、そう、こういうイメージ、こうやって、はい、でも手首全く動いてないんですよ。だからグリップは減速しないという問題が起こってるということです。指導者としては、じゃあ効率の高い二重振り子の動作を獲得しようっていうプランを一応描くんですね。でもそれがやりにくいとか、それがうまくいかないっていうプレイヤーもいて、別にうまくいかなくてもちゃんと当たります。うまくいかなくても、まあ、これでも別に僕は、いいスコアを出せると思います。僕から言わせれば、別にそれやらなくてもハンデ5ぐらいまでいくんじゃないのかなっていう気がします。ここはね、できないから最悪とか、そういう感じで捉える必要性はないですね。ポジティブなことを並べていけば、意外とこれでも OK かなみたいな感じる方はたくさんいらっしゃるんじゃないかな。で、後方から見た時のクラブの動き見ましょうか。じゃあ、いいですね。ワンピースで上がっていって、お、切り返した時にわずかにクラブがスティープ側、まあ、ボールの手前を指してしまいます。これね、肘入れてるからですよね。シャフトは手前を指していって、まあ、今でもこの段階でもまだボールの手前ですよね。で、この辺まで来てまだボール刺してないってなってくると、ちょっとミート率が不安定になる可能性が高いですね。まだ刺してない、うん、で、ちょっとこう、あんまりこうワンピースじゃない雰囲気っていうのが伝わってくるかな、伝わってくるかな。だとすると、ちゃんとスイングするときに、
あ、いいやいいや、私は、まあ、グリップスピード早く振ればいいんだよねと、右肘とかもあんまりむやみやたらに入れない方がクラブ立ったりしないよねって考えていくのであれば、いいトップオブスイングを取って、そのまま素直に同時に下ろしてくるぐらいのフィーリングの方がうまくいく可能性が高いです。ワンピースで後ろに鏡があったとしたら鏡を置いといて上げる、このエンドがボールさせて下ろす、上げる、下ろすみたいな、すごいシンプルなモデルを描いた方が田中さんにとってはメリットがある可能性が高いです。これ見てる方は、あの、可能性は無限だって感じるかもしれませんけど、可能性は無限ではないですよね。だからいくつかの、そのできることとできないことがあるんで、できることをどうやって極めていくかっていうことの方が僕は大事だと思ってる。まあ、簡易これね、頭が倒れてるからですね。今ね、右の肘をこう倒す、こうやって入れる練習をしてたんで、体がね、こう倒れちゃうんですよね。で、今戻した時にもこう体が傾いてしまったので、まあすごく大きなミスヒットが生まれてます。なので、できるだけ軸を意識しつつ打つぐらいでいいです、はい、どうぞ、上げて、ほっ、そうもうあからさまにこう体幹が強いじゃないですか。で、だとすると体幹を固定してグリップを早く振ることっていうのは田中さんにとっては造作もないというかね、簡単な作業なんですよ。でも今一生懸命柔らかくしようとしてるから自分の本来持ってるその特徴とはかけ離れたものをチャレンジしていて、昨日のラウンド中も、あ、もう素振りが結構やばいなと思いました。え、ね、それね、シャンクとか全然しなかったのにこうあれしだしてからもうめっちゃこうなるから、あ、だからまあもうシャンクそうですねしだしたんですよ。そうですね、今のミート率が悪いとか不調になってる要因はいわゆるため動作ね、ためって二重振り子の時に、二重振り子動作の時に必要、それをうまくタイミングよくブレーキをかけていけば効率的なスピードの上げ方ができるわけですけど、それができなくても全然問題ないわけ、うん、今の、あの、この起こってる問題は最初にそれをチャレンジして頑張りすぎてる感じで、これよくあります。多分これ見てるアマチュアゴルファーの皆さんもこういう運動できるんじゃないかって頑張りてるけど、その頑張り方とか方法が間違っていて、あの、不調になってるケースってあるわけじゃないですか、はい、まあ、だから今の田中さんも同じような感じです。で、一応僕は薬は出すんですよ、それはやってみようかって。で、そこで感覚が芽吹けば、これはこのプレイヤーにとってはこういう運動を受け入れるチャンスがあるっていう、そういう感じなんです、見方としては。田中さんすごい体幹も強いんで、もう結構こう体傾けないでバンバンって打っていっても今のデータを見る限りいいのかなという気がします。そっちの方がむしろ向いてるんじゃないかなというふうに思います、うん、ラウンド中もね、それを、うん、あの、ハーフショットでこう、うん、そのまま手首固めていった時はピンに、うん、行くんでしょ。そうね、だから昨日諦めて、いや、フェース面意識してっていうのは今みたいに近いんですよ、はい、です。フェース面意識したらもう普通にいつものようにそうパッて飛ぶんやけど、うん、そう思います。ちょっと柔らかくこう使おうとしたら、そうちょっともう全然当たらない、うん、あの、柔らかく使った方が当たるっていうプレイヤーは もちろんたくさんいるからね、前提は。でも それをやってやり方が間違ったりすると、うん、うまくいかない選手もたくさんいて、まあ、こういうのはしっかりとですね、自分にとってどっちの方が合うかっていうのを選んで練習していただくのがいいかな。はい、はい、じゃあ今回はこういう感じで練習してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。